どうもよかちてもチャンネルです。今回はですね、懐かしい妖怪ウォッチのもちゃん10連発ということでガシャクロ特集でございます。2014年に発売されたやつから2017年まで順番に並べてみました。いや、ガシャクロシリーズってなんて話なんですが、妖怪ウォッチに欠かせないのがガシャですよね。ケイタ君が大森山へ行き、ガシャを回し、一番最初に出てきたのがウィスパーさん。で、ゲームでもガシャでいろんな妖怪仲間にできる超重要なガシャをおもちゃで再現したのがガシャコロシリーズなんですよね。こんなにもいろいろ発売されてるわっていうね。で、まず一番最初、2014年1月11日に発売されたのがこちら、デラックス妖怪ガシャガシャマシン。っていうかですね、2014年1月11日にいろんなもの発売されてまして、これだけじゃないと、デラックス妖怪ウォッチもあったりとか、妖怪大辞典の1巻だったりとか、これでから後ほどまたご紹介するんだけど、このガシャコロシリーズのフィギュアね、これボリューム3なんだけど、ボリューム1、ボリューム2、ボリューム3も発売されててですね、もう一気に売ったんやなってね。まずパッケージ見ていきましょう。ここにね、タイトル載ってますわ。ガシャコロシリーズのデラックス妖怪ガシャガシャマシン。価格当時、これ3780円なのかな。ケイタくん妖怪ウォッチをね、持ったイラストになってます。で、これウィスパーさんのフィギュアがコロコロコロって出てくるわけよね。これアニメ、ゲームを完全再現ですよね。ガシャマシンからウィスパーさんが出てくる。最初なんか石のカプセルやったかな、中身わからへんねやけど、開けてみたらなんかウィスパー出てくるみたいな。友達妖怪なんかなと思いきや、まあ、妖怪羊ケイタくんにいろいろとね教えてくれるわけですよね。付属のメダルがバクロバーで、セット内容を見ていきましょう。こちら、劇中のあのシーンを再現。ここでしか手に入らないウィスパーがついてるっていうね。他では売っていない。もうこのおもちゃでしかウィスパーのフィギュア入手できませんよっていうこと。で、さらに、8種族の妖怪フィギュア。これなんかね、メタリックなカラーリングになっているウィスパーみたいにちゃんと塗装されたやつではないんですよね。あとゲームシートとか、ガシャステッカー、妖怪メタルカプセル9個が付属となっております。これ、中になんかあったっけ？あ、こういう袋とかあるけど、ゲームシートはなんか、もう捨てちゃったかな？見当たらないんだよね。これなんか思ったよりちっちゃいわ。これでね、遊んだことないんで、せっかくやからこれで遊んでみてもいいかもしんない。初開封。なんかステッカーとかはベタベタ貼ったんだけど、こういうゲームシートで遊んだことないわ。これがステッカーですね。しかも一人で遊べるゲームシートになってる。妖怪ビンゴゲーム。ネット妖怪を同じ種族のマスに乗せましょう。ウィス、こう、妖怪ガシャ回して、その種族だったらここ開けていく、みたいな。ウィスパーが一番真ん中とかそういうことか。すげえ、ビンゴゲームが一人でできるんだ。で、友達とかがいる場合、二人プレイ以上であれば、まあ、こんな感じで、こうガシャガシャ回しまして、あ、プリチーが出た、ウィスパーが出た、なんかが出たで、こう得点つけていくことができる。あ、俺は、ブキミーのトリを出た70点とか、その中で点数を競い合うことができるわけだ。裏面にちゃんと遊び方もね載っております。そしておもちゃ本体がこちらです。じゃじゃーん、めちゃくちゃね小ぶり。その劇中のとか、そのアニメゲームに出てくるガシャガシャマシンと比べたらサイズはちょっとコンパクトなサイズ感かな。手のひらサイズでもすごく忠実に再現されてるよね。こう石ガシャになってるわけでしょ。石を再現したディテールになってて、いい。で、中身見える仕様になってんだよね、スケルトン。実際は中身あんま見えないかもしれないけど。で、こんな感じでね、デラックス妖怪ガシャガシャマシーンとか、ステッカーも貼っております。すごい彩り緑というか、映えですよね。ガシャガシャマシーンがすごい映え。ケイタくん最初、100円玉とかをね、入れてたかなと思うんだよね。で、ゲームだと、色コインとか、スペシャルコインとか、そう、お金以外にもね、入れれたりするんだけど、こちらのガシャクロシリーズでは、妖怪メダルを入れます。ここになんか半分ぐらい差し込みまして、ほいで回してやる。すると、出てくる？はい、出てきました。メダルがパコッと中に入って、出てきたのが、
クジラ巨大サンタです。これはね、武田鉄矢さんが声担当してたかな。映画に出てきたキャラクターですね。めちゃくちゃね、ぽっちゃりででっかいんよ。ヒゲボーボーえぐいね。これなんかワンピースのワポルっぽい感じもしてるけどすごくよくできてるよね、このおもちゃは。もう一丁やってみましょうか。エンマ大王のメダル出てきた。あ、こんなとこあったんだ。そう、中に入れたらさ、そう、忘れちゃうよね。このメダルずっと探してたんだよな。エンマ大王の王の文字に鎖がかかってるやつね。こちらぶっ込んでみましょう。次何が出てくるかな。ガショッと入れて回す。はい、出てきました。これは、素晴らしい、シャイニング光オロチさん登場。見てこれ、手組んでる。で、金色の竜のマフラーに金髪の髪の毛、かっこいい。髪の毛長くてめっちゃ漏れてるんよね。韓国アイドルにいそう。いや、バンダイさんマジでね、すごいおもちゃ作りはるわ。ガシャガシャマシンと同じ日に発売されたのがこちら、ガシャコロシリーズのボリューム3、レジェンド妖怪ブシニャン剣山編でございます。合計ですね、10体の妖怪人面犬ワルニャンとか、もう昔の初期のメンバーですよね。グレルリンだったりノガッパとか、メラメライオン、サンタクロース、バグロバス、そしてレジェンドのブシニャンが収録されたものとなっております。これだから10年前のおもちゃ、このパッケージがね、なかなか残ってなくて、これ奇跡的にね、残ってました、このパッケージ。当時価格1620円 か。この別売りのガシャコシリーズのこのフィギュアがいっぱい発売されたよね。だからこのガチャガチャマシン持っていれば、この別売りをいっぱいフィギュア買って遊べるよっていう、そういう戦略ですよね。でこれね、サイズめちゃくちゃちっちゃくて、ワルニャンとかもマジ小指第一関節ぐらいで超ちっちゃいのよ。でもちゃんと塗装もされてるし、表情もわかるよね。かわいい、突っ張ってんね。でこれがメラ君、空手でもしてるような聖剣付きしてる、スイはメラみたいな、そんな感じかな。で、バクロバーのフィギュアとか、グレルリンのフィギュアとかもあるね。で、こんな感じで、カプセルがセットになっておるんで、こんな感じでフィギュアをね、カプセルに入れることができます。これは人面犬だな。なんかフィギュアもほんとよくできてるよね。なんかゴムっぽいというか、硬くないんだよね。ちょっと柔らかい感じ。人面犬の表情もすごくよく再現できてるよね。我は犬、そして人間、心安らかなり。こちらがレジェンドの武士にゃなんですね。アニメでも結構初期に出てきてるレジェンドのブシニャンさんなんだけど、かわいいね。全体的に水色のカラーリングで尻尾黄色。ブシニャン剣山にゃんみたいな感じの表情かな。ちょっと凛々しい感じだよね。瞳孔開いてるような、そんな感じ。生きてるだけでみんな偉い、優勝にゃん。でこちらがネガティブ、まあ、蚊の妖怪ですよね。夏の時期ほんと寝苦しくて、君は予選敗退です。でこちらがサンタクロース。これも珍しいよね。サンタクロースのフィギュアってあんま見かけないんだよね。このガシャコロシリーズでしかあんま見かけない、レアかなと思うんですけど、3つの袋があって、なんか正解は1個だけみたいな、なんかクイズ出してくるんだよね。でこれが道草め、これ草を食ってんだけど、ちょっとこれ塗装がね水色だから分かりにくいね。右手に持ってんのも草なんだけど、めっちゃ可愛い魚人族アーロンの仲間って感じ。そしてノガッパもおります。こう頭がね結構平らなんだよね。でちゃんとこの緑色の塗装とかもされてるっすわ、可愛い。そしてですね、2014年の12月に発売されたのがこちら、超デラックスセット人気妖怪大集合であります。これは映画妖怪ウォッチ誕生の秘密だには一番最初の映画、これが公開された時に発売されたやつですね。ラスボスはウバウネさん。妖怪ウォッチ誕生の秘密が分ける。60年前の世界、ケイタのおじいちゃんケイゾーが妖怪ウォッチを作った。そしてマスターニャーダとかも出てくるわけよね、古典妖怪たち。でこちらがおもちゃとなっております。合計12体もの妖怪が収録されている、かなり豪華やない、スペシャル。映画妖怪のフユニャンだったりダークニャーだとか、ブチニャン、ジバニャンとウィスパーが最後合体して100万倍返し肉球をするんだよね。ジバニャンも映画バージョンってことで、ね、水筒つけてんね。で、あとデカニャンに雲外三面鏡。これで、ね、まあ、過去にもいけるし未来にもいけるんだけど、映画だとどうだったっけ、最後これ使ってたんかな。巻き戻席で60年前に戻るんだけどね。で、大山素直とか、スティーブ・ジョーズ。スティーブ・ジョーズは、
多分ね映画に出てないよね。妖怪パッドを開発したりとか、ケイゾーが作った妖怪ウォッチゼロ式、その妖怪ウォッチを大量生産商品化した天才かなと思うんですけどね。あとコロコロ妖怪のアペリカンとか完璧羊セバスチャンとかもおるですね。ジバニャン2体もおるんだ、すげえ。でフィギュアがこちらとなっております。こんな感じでカプセルがここに収納されてて、上にフィギュアがおります。ちょっと見ていきましょうか。これが雲外三面鏡ね。でこちらが冬にゃんとなっております。ジバニャンみたいに左耳は欠けてないんですよね。額のところになんか傷跡があって、なんかゾロっぽい感じするよね。なんか昔何かあったのか。でこちらのジバニャンが水筒つけてるやつですね。表情も明るいわ。そしてダークニャンがブラック色のボディダークヒーロー。こちらがブチニャン、尻尾紫色でめちゃめちゃに可愛いね。なんかぼーっとしたような表情だけど。でこちらがマスターニャーだ、おじいちゃんの猫妖怪、志村けんさんがね声担当してましたけど、すごい渋いね。元ネタはスターウォーズのヨーダです。でこちらがデカニャン、これね背中のところマントになってんだけど、キノコが生えてんだよね。ずーっとこの格好のまま倉庫におったから湿気ちゃったのかな。そしてアペリカン、アペリカンのフィギュアってマジこれでしか見たことないわ。小西先生が作ったキャラクターだったっけ。コロコロ限定妖怪かな。でこれが完璧羊のセバスチャン、ウィスパーよりもよくできる羊だね。でさらにジーバニャン、これコマニャチの時のかビートたけしさんがさよくやってるコマニチをパロったやつでね。そしてスティーブ・ジョーズ、元ネタはスティーブ・ジョブズさんなんだけど、サメの妖怪なんですよね。こうジーパン履いてて黒色のトップスっていう、ちゃんと本人を再現した服装になってるね。そして大山素直サラリーマン、これさ別に映画には出てきてなかったと思うんだけどね、なぜか収録されている。これらをカプセルに入れてガシャガシャマシンに入れて遊ぶこともできます。これ別に電池とかいらんからマジ半永久的に遊べるよね。こん中で出てきてほしい妖怪、ガシャ回して出てきてほしい妖怪はやっぱダークニャーあたりかな。セバスチャンもだってさバトルあんま使えなさそうじゃない。なんか使ったことない気するわ。パーティーに入れてバトルしたことない気がする。セバスチャンヒーローなのかな、なんだか。そしてスティーブ・ジョーズもなんかバトルで使ったことない気するわ。強いんかっていうね。賢そうではあるんだけど戦略タイプって感じするよな。まあ、マスターニャーダは安定で使えそうだけど。そしてですね2015年の7月に発売されたのがこちらデラックス妖怪鬼ガシャガシャマシン。当時バスターズが人気だった頃のやつですよね。鬼時間に赤鬼とかボスが暴れ回る、それを4人編成で退治しに行くっていうね。妖怪ウォッチバスターズ人気だったと思うんだけど、その鬼時間のガシャ、鬼ガシャを再現したものとなっております。だからこれ赤鬼に対してアツガルルにジバニャンにヒーラーの座敷ワラシン、あとタンクのダイダラボッチの編成になってんだね。でカプセルもこれ赤色になってるわ。お赤鬼のフィギュアもね、さらに赤鬼の B メダルも付属。鬼ガシャ回さんとあかーんってなってるわ。こちらのセット内容もいっぱいっすね。本体にメダルにフィギュアに妖怪フィギュア8体。これもなんかメタリックになってるやつだ。鬼ガマさんとか土蜘蛛とか、すごい高ランク系の妖怪もあるね。花子人のフィギュアもあるんだよ。で、カプセルにステッカーにゲームシート。このゲームシートね、遊んだことないかも。で、さらにペーパークラフトっていうことで、このね、ガシャガシャマシンの上に、こんな感じで角をね、貼ることができるんだよね。ちょっと粘着、今なくて上に置いてるだけなんだけど。ちょっと開けてみましょう。オープン。どんな感じで入ってたかな。ステッカーだったりとか、この辺がペーパークラフトで、これが、スゴロクとか書いてるから、ゲームシートかな。またビンゴゲームある。これだったら一人で遊べるよっていうね、付属のフィギュアをカプセルに入れて、ガシャガシャマシンに入れて、出た妖怪でビンゴできる。これは一人でも遊べるね。あ、これも同じだね。
妖怪種族トリオゲーム、二人以上友達がいた場合、こう、お互いにこうガシャ回してって、あ、俺、ゴーキストリオ出たーって言って75点だったりとかだ。さらにこれ、鬼打ちボーリングとかもあるんだけど、この得点のところにフィギュア置いといて、こういうことかな、空のカプセルを入れといて、で、回してフィギュア倒すみたいな。から出る弾で倒すボーリング、まあ、これ一人でもできるよね。あとこんなんもあるんだけど、妖怪バスターズスゴロク、例えばアタッカーからスタートで、このガシャのカプセルの中にアクションチップだから、こう2マス進むとか鬼とバトルとかそういうのを入れとくわけね。こういう鬼玉とかで、こうサイコロ回したりしてゴールしたらいいっていうことなんかな。一人の場合合計鬼玉5個集めたら勝利。どうなったら負けになるんだろう、わからんけど、ちょっとこのボーリングやってみたい。わあ、エンマ大王のメダル入れっぱなしになってたんだ。このメダルもずっと探してたんだよな。なんかメダルなくなりやすいから注意した方がいいかも。ガシャガシャマシーンはですね、見た目結構似てるのよね。鬼ガシャと通常のガシャガシャマシーン結構見た目似てるんだけど、この辺のカラーリングとかデザインがちょっといかつくなってるかな。こういうステッカーのところにも赤鬼さんとかおったりするし、まあ、基本的な造形は同じになっております。カプセルなんかね、いっぱい入れてんだけど、何をそんな入れてるかな。サキちゃんとかトレジャージバニャンとかいろいろ入れてんな。ありました、これが付属の赤鬼さんかな。なんか思ったよりちっちゃくね、これ。なんか赤鬼さん意外とちっちゃいんだけど、小指第一関節ぐらいなんだけど、でもちゃんと塗装もされてて躍動感あるっすね。素晴らしい。一旦鬼ガシャ回してみまーす。バスターズだったら、なんか鬼玉をたくさん集めて、最後にガシャ回すことができるんだよね。エンマ大王のメダルを半分突っ込んで、いきます。果たして何が出てくるのか。ガシャガシャ。ガシャガシャ。はい、来たー。赤色のカプセルから出てきました。これに入っているのは、じゃじゃーん。うさっぴょん。メタリックのカラーリングのうさっぴょん。俺やでー。みたいな、そんなポーズだよね。高ランクの誘拐、出てくるのか。うさっぴょんってさ、なんかウィスパーみたいなポジションだもんね。でもウィスパーよりは使えるかな。どう？ガシャ2回目。鬼ガシャ2回目。パヒョーン。あ、こんなところにおったわ。ガシャガシャマシンのこれ、ウィスパーさんじゃない。私は妖怪羊、ウィスパーでウィス。ドゥルルルルルルン。ちょっとこう、ふにゃふにゃっとしたような素材感なんだよね。柔らかくていい。ちょっとこう、プニプニってした感じ。ゴムっぽいような、そんな素材感だわ。まあ、ゲームでウィスパーバトルに使えるけど、口から出まかせブレスとかそういう必殺技だった気するよね。まあ、戦闘力、そこまで強くはないかな、ウィスパーさん。じゃあ、ボーリングちょっとやってみますね。一番手前には赤鬼、そして花穂人に大ララブッチ、そして奥にはウサピョン、で、これはジバニャンさんかな？ちょっとオレンジ色でメタリックな感じだけど、そして一番上には人間バージョンのエンマ大王。だからこれスタンドをせえへんから寝かすしかないよね。で、空のカプセルをここに入れまして、合計6回打つことができる。向き的にはこうか。普通、ボーリングってそうか。こういう向きだよね。いきまーす。まず、一発目。これ、妖怪が、その枠から出たらいいみたいなんだけど、どうなん？うまくいくのかな？入ったー！あれ？雷鳴ってるし。あ、最近マジで、雷雨多いよね。ウサピョンが、これ吹っ飛んだのかな？ちょっと待って。チェキ。一応枠から出たのかな？ 20 点獲得。ボーリング2回目いきまーす。エンマ大王、手前のエンマ大王とか吹っ飛ぶか？ガシャガシャ、あ、弱い。空のカプセルだから、めっちゃ弱い。ダイダラボッチもビクともしないみたいな感じ。3投目。左側はどう？いっけー！あ、
エンマ大王、人間のエンマ大王枠から出ました。ちなみにこのエンマ大王は映画妖怪ウォッチ第2弾で登場したやつね。なんか目の塗装がちょっと微妙臭い。なんか変な感じになってんね。イケメンなんだけど、サイズ小さすぎて塗装がうまくいってなさそうだね。赤鬼がさ、サイズでかいから枠から吹っ飛ばすの難しそう。いっけー。お、赤鬼に当たったけど、あんまり移動してなー。左の花穂人とかだったら、すごい移動しやすそう。これで5投目。ズドン。結構枠から出たよ。ダイダラボッチ結構枠から出た。二重チャン。最後、赤鬼、ボスを吹っ飛ばすことできるのか。行ってみよう。ゴー、バサーズ、アハーン。ジバニャンさんがちょっと移動しました。ということで、合計70点獲得。まあ、一人でも全然遊べるわ。で、2016年7月に発売されたのがデラックス妖怪ドリームルーレットガシャガシャマシーンということで、今までのガシャマシーンと全然見た目違うよね。これ確か妖怪ウォッチ3が発売された後にね、登場したやつなのよ。つまり、ゲームに出てくるやつがそのまま再現されましたよって、アニメにはね出てきてないと思うんですわ。ケイタくんが USA に行って、でガシャ回すときに登場したやつよね。でドリームルーレットということで、こうぐるぐるぐるっと回るいうことですよね。でカプセルをこっから入れるんだけど、裏面こんな感じになってる。多分こうなってんのかな。せやからこれカプセル取り出しにくいっちゃ取り出しにくいよね。奥の方のやつとか出にくいんだよね。ではガシャ回してみましょう。これ何のメダルでもいいんだけど、キリンさんのメダルぶっこんでみる。半分入れて、レバーが右側にあるんで、これを下げるとルーレット回転して出てくるのかな。いきます。果たして何が出てくるのか。シュポーン。一瞬だけバヒャーンって回ったね。もうちょい勢いよくやったらルーレットすごい回転するんかもしれないけど。そして出てきたのがこちら。偉人レジェンド、エイジソー。よく見たら髪の毛とかもね、ちゃんとこれ再現されてるんですよね。電球の妖怪。もうちょい勢いよく、もうちょい勢いよくやってみるぜ。下に一回、バイーン。はい、待ってる。ギュッてやって、バイってやったら、勢いよくやったら、ルーレットが回りません。止まるのは、ポカポカ族ってなってるけど、そう、別に出てくるカプセルと連動してるわけじゃないんだけどね。ちなみに出てきたのは、じゃじゃーん、コマジローズな、なんか座ってるね。なんかめちゃくちゃ可愛い。なんかプーさんみたいな座り方してるね、コマジロー。めっちゃ気持ちいい。ガシャガシャマシーンは、この3つ。つでおしまいですね。これ以降はガシャガシャマシン発売されていない。そしてですね、2017年に発売されたのがガシャコロシリーズデラックス妖怪ダンジョンスペシャルセット。この3つがなんかセットになって発売されたわけよね。一個一個がダンジョンになっている。で、こう組み合わせによって何通りにもできる。これはゲームの、まあ、バスターズトレジャーとかが発売された頃のやつですよね。インディージョーズとかトレジャージバネのトレジャーコマさんがダンジョンを探検する。で、こちらのおもちゃは、このボタンを押しながら、このガシャコロのカプセルを移動させていく。今はこのカプセルの中にブシニャンが入ってるんだけども、例えばトレジャージバネ、インディージョーズとか何でもいいけど入れて、これを移動させていくっていうおもちゃなんだよね。これもガシャコロシリーズなんだわ。で、ダンジョンのこちらボスが、ドグシャッコー、女の子のね、なんか生き量かなんかが入ってるボス妖怪ですよね。では、ダンジョン、スタート。これ、うまくいったっけ？なんか難しかった気するんだけど。ここ下げる？なんかよくわかってないけど。これね、入ったー。もうこれでいいのか？いや、もうさらにここを押して乗せて、そして移動させるって感じ？ここから、ブシニャン、ジャーンと、そして次のダンジョンへ、次のダンジョンへ進んでいく、みたいなね。あー、なるほど。ここにメダルを乗せると下がったりするっていうことか。え、なにこれ？よくわからん。もう一回やっていい？これをさ、まず上にこう、パヒョって乗せるよね。ブシニャン、ジャーンプ、ブシジャーンプ。ほんで、ここでメダルを押すことによって移動するってことじゃん。ほら。バイーンって。
はー。で、うまいこと、こう、転がして、すぐに上げなあかんじゃん。わからんけど、今うまいこと言ったけどさ、例えば、ここ下げて、このまま勢いよく行っちゃうと、落ちやすいからさ、わかる？ここを、下ろして、すぐに上げる。っていうことかな？下げてすぐ上げる。下げたままだと、ここが凹んでて落ちちゃいそうだから、ここから下げてすぐに上げるっていう、そういう動作な気がするね。はー、なるほど。ここのボタンだけじゃなくて、ここにメダルセットするっていうのなんか初めて知ったかも。そしてこちらが、グググトリジャードラゴンのダンジョン。これ口パッカー開けとんよね。怖いですよね。確か妖怪ウォッチバスターズ2のラスボスですよね。もともと妖怪ウォッチ3のラスボス、ゴゴゴゴッドファーザーっていうさ、やっぱ妖怪おったわけなんだけども、宝に溺れ、グググトリジャードラゴンっていう見た目になってしまったんだよね。で、先ほどのブシニャンがここに降りてきたとして、行きましょう。これシンプルに、移動させていくだけなんだよね。ブシニャンがドラゴンに食べられちゃう。で、またこれね、難しいよね。この口の中入るかっていうね。ゴー、ゴー、ジバニャンちゃう。ゴー、ゴー、ブシニャン入ったー。ええ感じに入っていきました。で、ブシニャンさんさらに、こっちがジャンプして進んでいくっていうね。で、次のこう滑り台とかを設置して、で、置いて、つなげることも、ま、できるわけだよね。次のダンジョンへ。レッツゴー。ゴー。ゴー。タイミングが難しいね。力の入れ具合が。はぁ、難しいよ。ここのドラゴンに当たっちゃうんだな。よっしゃー、行きました。運よく、こうやって行けることもある。そして続いてのダンジョンがこちらですね。なんかピラミッドのような、なんか黒の凹面っぽい、そんな感じもしてるんですけど、この黄色の黄金のダンジョン、登っていく、ここジャンプして登っていき、で、ここの中にスポッと入って、で、この宝箱の下に入っていくっていうね、かなり、これまたむずいやつ。これはね、一発ではなかなか難しいんだけど、マイル。ほら、一回じゃ無理だよね。結構力いるんよ。はっはっは、入ったー。二回目で、ゴール。で、お宝のこの下に入ったわけなんですが、勢いよくパシュッと、パシュッとジャンプすると、お宝、オープン。で、お宝の中見てみるとヌーパーツが、このヌーパーツをいただくと大量に集めるっていうのが、まあ妖怪ウォッチバスターズなんだよね。バスターズトレジャーとかになるのかな。いや、これも当時ゲームとかよくやったよな。マルチプレイとかしながら、そう、友達とプレイしながらよう集めたよな、こんなんな。で、スペシャルセットと同じ日に発売されたのがこちら、デラックス妖怪ダンジョンの EX01 攻略せよヌフィンクスの修練ということで、先ほどのダンジョンと合体して遊ぶことのできるやつですね。これもガシャコロシリーズのおもちゃやから、このカプセルに入れた妖怪をこう移動させていくっていうね、結構これね、コツがいるんだよな。ここの歯車っていうか、これをガチガチっと回すと下がね、上に上がるんだけど、なんかめちゃくちゃ硬いんだよね。手前に回したら下がると思うんだけど、上に上げるのがなんかめっちゃ硬くて。なんかバスターズのゲームやってたら、一番最初、ここのなんか入り口のところ登ってって、でダンジョン始まるみたいな、そんな感じしたよな。まずこの下の上にブシニャン置いて、もうこれは多分手動なのよ。手動でこのベロに移動させる。そして、こっから上げていくっていうね。パワーパワーパワーめちゃくちゃね。めちゃくちゃ硬いんだよな、これが。どうなってるんだろうか。最初もこんなだったかな、っていう。全然上がらないんだよね。なんかコツがいるんかな、って思うんだけど。全然上がらないんだよね。ちょっと手動で、上げていきまーす。あ、ブシニャンが、食べられちゃうにゃん。やばいにゃん。あー、すごい。ちょっとずつ上がっていってる。よいしょ。ブシニャンが、食べられちゃう。のまきー。よいしょ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 。
全然上がんねえ。なんかタイミングよくたまに上がるときあるんだけど。なんこれ、どうなってんの？パキョパキョ？パキョパキョ？これ以上いかないのかな？行く、行く。ほいねえ、ブシニャンゴー。口の中にゴーって次のダンジョンへ移動できちゃいます。これでまあ1650円だからね、まあまあ値段しますよね。これ単体だとあれだけど、まあさっきのこういうダンジョンと合体させて、まあ、無限に楽しむことができる何通りものダンジョンを作ることができるわけだよね。そしてですね、最後に発売されたガシャコロシリーズのおもちゃ、皆さんご存知でしょうか？それがですね、2017年9月16日に発売された妖怪ガシャコロシリーズデラックス妖怪ダンジョン EX 第2弾、飛び込めマジンカーメンの洞窟でございます。ガシャコロシリーズのおもちゃ、これがラストなんですよね。こうマジンカーメン、こやつの中を通っていくっていうね。これまためちゃくちゃ確かね、難しいよ。また単体でも遊べるけど、こういろいろとね、連結してダンジョンをね、作ることもできます。これはね、ここに最初ブシニャンセットして、どん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 移動していき、最後この中に入っていくっていう。ただこいつも回転するし、このジャンプするのもむずいしで、超難易度高いんよ。まず一番最初、このね、一番最初のところ、こう移動しないって。どっかボタンあんのかなっていうぐらい、これがね、上がらないんだよね。不思議と。よいしょ、よいしょ。まあ、ここに来ましたと。ほんで、こっからジャンプして移動するってことなんだよね。タイミングよく、マジンカーメンくんの中に入らないといけない。これがね、めちゃむず。はにょー。これはちゃんとジャンプするね。あーれー。10回か20回に1回ぐらい入るような感じ。そんな力もいらないんだよな。そろそろ正面向く。おおおお、弾かれるー。ってことで、こんな感じでね、中に移動できると。でさらにこの奥にダンジョンつないでおけば、さらに次のダンジョンへ行くことができるっていうわけね。はい、ってことで一通りご紹介したんですけど、いかがだったでしょうか？もういろんな種類のおもちゃ出とんやなーって。昔は結構ガシャガシャマシーンのやつだったんだけど、後半は結構バスターズ系のね、おもちゃ多いなーっていう印象でございます。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。